やばいって。これどこ書けばいい。このぐらい拡大したと思ってほしい。こんな語のことしば書いたいんかってば。渋滞してます。いや、二人さ、はい、ワンピースの公式 YouTube チャンネルじゃないですか、これ。はいはいはい。これの、うん、初めてのワンピースっていう動画知ってる？知ってますよ。もちろん。そう、ワンピースを見たことない方に、はい、こうアニメのイーストブルー編を見てもらうっていう、はいはい、企画だったんですけど、はい、すごいよくて、うん。すごいよかった。すごいよかった。そう、すごい再生されてる。おぉ、はい、リンゴ娘の、はい、王林ちゃんが、はいはいはい、初めてワンピースのアニメを見て、はい、こう感動して泣いちゃうっていう。助けてって言って、でルフィがそれに対して今まで仲間じゃないとか言われたのに当たり前だって言うの、仲間だからって当たり前だって言う。もう所長もそれ見て泣いちゃって、うん、だから、はい、呼んじゃった。え？王林ちゃんです。ほんまや。こんにちは、こんにちは、やばいって。ようこそ。初めまして、王林です。ありがとうございます。いらっしゃいませ。お願いします。やばい。所長、所長、限界まで。よりがすごい。めっちゃ見たい。よりがよろしくお願いします。お願いします。誰元で頼んだよ。はい、行きたいって。いやいや、感じがちょっと違う。あれ思い出すな。というわけで改めて、はい、リンゴ娘リーダーの王林ちゃんです。拍手。はい、よろしくお願いします。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 王林ちゃんは、はい、アニメのワンピースをこの企画で見てハマったっていうことで。そうなんです。だから今年からワンピース見始めたんですよ。本当に。本当に新鮮ものなのに受け入れてくれてるんですよ。確かなんかご兄弟が全部持ってらっしゃるんですよね。そうです。弟が大好きなんですけど。なるほど。どのあたりまで読んでらっしゃるんですか。今はオークションしてるところ。天竜人、天竜人とかも。ちょっと王林ちゃんがその高橋とのすけって人、うん、本当に好きなのワンピースみたいな。ええ、そんなこと言ったっけ。ちょっと身に覚えないじゃん。あれ、所長、王林ちゃんに、ね、実際、はい、2人のワンピース愛を、はい、こんなに好きなんだよっていうのを、はい、実証していきたいと題して、はい、高橋のすけくんのワンピース愛を知りたい。拍手、はい、イエーイ。いやいやいや、知りたい。いやいやいや、知りたいよね。早速第一の企画を発表したいと思います。何ですか。お願いします。人は心だろうが、王林ちゃんのイラストを見てキャラを当てろ。拍手。イラスト。王林ちゃんの手元に今、はい、スケッチブックをご用意しました。はい、こちらにワンピースのキャラのイラストを描いていただきます。はいはいはい。ただしその実際のキャラクターのイラストを見ずに記憶力だけで王林ちゃんには描いていただきたいと思いますので、それを2人には当てていただくと。なるほど。私でもあのグッズの絵とか描いてるんですよ。だから特徴を捉えれるのはできる方だと思ってる。はいはい、問題は名前見てキャラが浮かぶかどうかってことですね。そうですね。そうかそうか。なるほどなるほど。そうね、確かに。高橋のすけは一旦ちょっと目を伏せていただいて。はい、わかりました。はい、お題をお伝えしたいと思います。はい、うわ、わかるかな。第1のお題こちらです。はい、わかりました。お、ん？うわー、ん、すごい気合い十分の2人はじゃあ顔を上げていただいて、はい、はい、大丈夫、はいはいはい、ちょっと待って、人間の顔が一番苦手なんですよね。逆に何が得意っていうのあるんですか。仮想のものは得意なんですけど。仮想のもの、生き物。でも多分もうこれで伝わる。三筆ぐらいしか書いてないけど。いやいや、もうシャ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 。小田さんでも無理じゃない。20は行ったから多分これでわかる。じゃあ第1問目、はい、王林ちゃんのイラストはこちらです。お願いします。じゃん。おお、おお、え、おお、すごい。マジで？わかります？わかる。わかりますよ。わかる。ほらね。え、すごい。特徴すごいわ。目も鼻もいらない。すごい。これはもうあの方でしょ？お二人かけました。かけました。はい。それでは、たかしのすけの回答はこちら。はい。ドン。ドン。ミホーク。ミホークです。では王林ちゃん、正解は？正解です。いや、うまい。これめちゃめちゃうまいわ。捉えてるわ。すごいね。本当はここまででもういけるかもと思って。そうだろうな。そこもか。そう。でも一応ね、このヒゲとか描いた方がいいかなと思って。そうですね。描いた。素晴らしい。第一問正解、おめでとうございます。はい。いや、すごいな。嬉しいね。うまい。じゃあちょっとじゃんじゃんいきましょうか。はい。はい、では早速第2問目、はい、書いてください。お願いします。ちょっと
全然本当に想定と違ったな。企画会議で誰かがなんか王林ちゃん絵下手そうですよねみたいな。誰だそんな失礼なこと言ったら誰だ言い出して、あじゃあちょっとそういうねなんかイラストのクイズとかいいんじゃないみたいな、はいはい、多分もう分かる。もういや、では第2問目のイラストを見せていただきたいと思います。王林ちゃんお願いします。じゃん、あれ、あ、あ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、僕よりは分からないかもしれない。え、じゃあちょっとあの、このぐらい拡大したと思ってほしい。すごいスマホ感があるけど、スマホがあったらこのくらいね。どういうの、このくらいね。ウィンってしたら、ウィンってしたらそうなる。ウィンでした。では、組取れ2人、高橋之助の回答はこちら、お願いします。はい、ドン、アーロン、アーロン。まあ、王林ちゃん、正解か不正解かどちらでしょうか。正解です。すげえ、すげえ、どこを見てる。ここ、ここ、こうなってるね。こう下から見て、下から見てるんだね。そうそう、鼻の穴がちゃんと。でも確かに角度はそう、よくこの角度になってるから最初なんで。いや、伝わるな。分かった、分かりました。2問連続正解です。これいけるぞ。これすごいよ。いける、いける、いける。これちょっとあの2人の愛を試すって言ってたんだけど、ちょっと王林ちゃんの凄さを試してる感じ。ちょっとヒント使いたいかも。じゃあヒント使いましょう。じゃあこれマスクをつけていただいて、王林ちゃんにはビブルカードというね、ワンピースのキャラクターのカードがありますので、それを5秒間だけ。よし、5秒間頑張ってください。いける、いける。思います。それではヒントタイム5秒間です。お願いします。わお。わお出たよ。これどこ書けばいいの。5秒、どこ書けばいい。はい、ヒント終了です。むずそうだな。でもやっぱり特徴をどこ捉えようっていう考え方がね、素晴らしいです、ね、できた。すごい、お、はいはい、めちゃめちゃ早いなんか。では第3問目、王林ちゃんのイラストはこちらです。じゃん、おお。え、なになに、こっち、こっちですか。あー、きた。お、すごいっすね。でもそういうことよね。そういうこと、そういうこと、そういうことよね。そういうことだと思う。なんかもう、はい、高橋之助の愛とかじゃなくて、なんかみんなで頑張りたい感じ。なんか一致団結してる。一致団結しましょう。チームだこれ。それでは2人の回答はこちら。はい。バン。パールさん。イブシギンだぜ。イブシギンだぜ。王林ちゃん、こちら正解不正解お願いします。大正解です。おー、よしよしよし。正解は、やった、完璧のパールでした。このね、縦の、胸の縦をね。はいはいはい。あとあの髪型がね、意外とそう、ちょんね、ちょっとね、あの一瞬でそこを切り取るのそう、こんなよく見ましたね。おめでとうございます。おめでとう。いや、すごかった、マジで。何かにおめでとう。それでは続いての企画はこちらです。はい、青森愛全開の王林ちゃんプレゼンツイーストブルークイズ。イーストブルークイズ。今から王林ちゃんからワンピース、クイズブックからですね、はい、例の動画で見ていたイーストブルー編を中心に、クイズを出してもらいます。まあ簡単なんですが、はい、王林ちゃんちょっと青森在住、青森応援アイドルですからね、クイズ出題の際にちょっとだけ青森の覇気が漏れ出してしまう可能性もあります。4つ目の覇気、そう、今回早押しです。あ、早押し。では早速第1問、王林ちゃん出題をお願いします。はい。波が生まれで初めで、カエズットは作ったの、なんぼの時だわ。早押しです。早押しですよ。でも、え、お、たかし。波が最初にカエズを作ったのは何歳の時か、はい、10歳。正解。あ、当たってた、当たってた。すげー。そういうこと、問題文回ってた。問題文回ってた、まずね。やっぱ最初覇気食らったんで、一回。おー、一瞬ね。こういうことねってなったけど。わかりました、やっぱり。こういうことです。サンジがさ、麦わらだしたかだった時に一番にルフィが貨幣で決定したものなんだべ。なんだ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 べ。早押しだよ、早押し。早押しです、早押しです。サンジが麦わらの一位。おのすけ、言っていいですか。どうぞ。骨ついた肉のやつ。正解。そうか、そういうことか。よし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 。すぐ
その出題はどういう？サンジが麦わらの一味になってから初めて、ルフィが注文した料理は何でしょう？合ってました、はい、合ってます合ってます。ですよね、一回ちょっとゆっくりめに、はい、お願いします。オリンちゃんいいですか？サンジがさ、麦わらだちさかだった時に、うん、一番にルフィが貨幣でけってしたものなんだ。貨幣でけが分かってる。貨幣でけ、貨幣でけ、貨幣でけってどういう意味？そこが食べさせてちょうだい。あー、貨幣でけ。もすけはその貨幣でけが分かったと。もちろんです。本当に推測で言ったりして食べさせたいなと。第1話で山賊がぶっかした牧野の酒場の扉とは直したの台だっけ？これはいい感じ。これは分かった。大工の港本さん正解です。すごいすごいすごい。これは結構、これはちょっと、もう、うん、これはもう早かった。第1話で山賊が破壊した牧野の酒場の扉を修理したのは誰ということで、はい、港本さんが正解。はい、これは分かります。オリちゃん、港本さんって分かります？分かんないですよね。ですよね。アニメ出ないんですよね。アーロンと一緒で魚人のジンベエのあだ名は、うん、海峡のジンベエなんだばって。1977年1月1日に発売された石川さゆりの15枚目のシングルで、神村はこっちさ、ついでさらに北沢だるおなごのこととば書いたえんかってば。渋滞してます。渋滞してる。とんでもないことある。何何早押しクイズ感を出そうと思ってデスガ問題用意しました。デスガ問題の後半おかしくない？押してるけど、押してるけど、しかも何何何一応言ってですか、津軽海峡冬景色で正解。いやいや、今日一の拍手。今日一の拍手。どこで分かったの？すごすぎる俺。どこで分かったの？歌手、はいはい、の名前が出て、はいはいはい、演歌だと思ったんです。はいはいはい、なるほど。演歌や思うて、ジンベエって名前出たんで、ジンベエの異名、海峡のジンベエ。津軽海峡。すごい。クイズ感のあるクイズ。すげえ。問題文もう一回聞きたいですね。問題文もう一 回, 回よろしいでしょうか。はい、アーロンと一緒で魚人のジンベのあだ名は、うん、海峡のジンベなんだばって、うんうんうん、1977年1月1日に発売された石川さゆりの15枚目のシングルで、神柄こちさついでさらに北沢だるおなごのこととば書いたえんかってば。ここが分かんない。ここが何にも分かんない。標準語にしますと、はい、東京から青森にたどり着き北海道に渡る女性を描いた演歌といえばなんですが。なるほどなるほど。でもまさか正解するとは。これすごい、ナイス。和の国偏差出てくる光月おでんの加賀で、時々の身の能力者ってば光月時、はい、なんだばって時以外の青森のリンゴのなめとばこらえけ。なんさあさあさあ、その後半が分かんない。後半が分かんない。なめとば、なめとば、トキ以外のなめとば、トキ、お、いけるの何？いきます。はい、天月。残念ですね。これは違いますね。今のはどういうあれ想定だった？トキが和の国に行く前、その、うんうん、はい、最初におでんと出会った時に名乗ってた名前、これは何でしょうか？なめっていうのが、じゃあそうそう、なんか、じゃあもう一度ちょっとゆっくり、もう一回ですか？ゆっくり目に。和の国偏差出てくる光月おでの加賀で、うん、時々のみの能力者ってば、うん、光月時、はいはいはい、なんだばって、なんだばって、ここからここから、時以外の青森のリンゴのなめとば答えでけ。なるほどね。タカさんいける？え、これ時以外のリンゴの名前、はい、うん、オーリ。実は違う。違うか、なんか、なんかそういう問題かと思った。実は違う。違うよね。惜しいとこまで行った。だよね。そういうことだよね。だからそういうことでしょ。そういうこと。そういうことでしょ。分かんない。出た。出た。助けお願いします。赤い宝石。これちょっと調べます。ちょっと字変えます。いや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 。青森に関しては詳しくないから。違うと思いますよ、これは。みんなね、ワンピースはすごい詳しかった。違いました。違いますね。うわ、待って。なんとなくクイズの内容は分かった。そう、分かった。分かったんだけど答えが分からない。てるの？もうスーパー行けば。そうだね、スーパーに行こう。スーパーに行こう。スーパー行って。スーパーに行って。一番よくあるやつ。あ、なんだっけ、なんか、え、こんなんあった？あった。いいよ、じゃあ行ってみよう。はい、行ってみよう。富士リンゴ。正解！うわー、すごい！正解！いや、ちょ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 。うわー、やっぱね、出た！ありがとう！出た！はいはい。そういう
クイズだったのか、王林ちゃんに説明してもらってもよろしいですか。はい、はい、これはあのトキっていうリンゴがあって、はい、それ以外に青森で生まれたリンゴの品種、うん、答えてくださいっていう、うん、はいはいはい、王林は実は、あ、違うな、私福島生まれなんです。あ、そうなんですね。そうなんですよ、そういうことか。王林というリンゴは福島生まれ。あ、私ってこういうもう自分のように私は青森出身です。王林さんは青森だけど、王林は福島ってことで、福島なんですよ。ちなみに富士は青森の試験場でできたリンゴということで、はい、青森のリンゴでした。すごい。王林ちゃんにワンピースのあるワンシーンを読んでもらいます。ただし津軽弁に変換して読んでもらいますので、うん、青森の覇気が出ますね。どのシーンか関数とサブタイトルでお答えいただきます。おー、ガチめのやつ。なるほど、はいはい、それも早押しです。あ、早押しで、わかりました、はい、わかりました。あと一応早押しなんですけど、はい、ちょっとあの早くね、当てすぎるとせっかくの企画がね、もったいないので、わかるよね。熱っ熱っ。基本全部読んでいただきましょう。わかりました。考えなきゃいけない、はい、もういいべさ、もう前ねってことだわ、わがっちゅうべさ。ワンボドの命とはおめえだけで背負って待って、よくここまで戦ってけだ。おめさだわ、アインドと一緒になるんだわ、なんぼへつくってましてあったべ、よく戦った。ピエンさん、おめはこのままこの村立ってまれ。え、わいは、おめえさだばさ、ずるすけだし夢だってあるべし、のじこやめでけ、おめんだい、もうわだっきゃ、あいのさやられてまる人やっけ、見てふね、死んでまるんだや、しっちゅういいな。無駄だいな、ワンドだっきゃ心とば決めだね、よげながなみ、おめだぜ、あべ勝てねぐてもワンドのじょっぱりは見えでけるじゃ。シャッハ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 ッ島から立ってってスカイのぶな、んだ、しゃべらいだ。助けでけ、上がりねえがいな。さあ、早押しです。いやいや、そうか、まあそうだよね、そうっすね。じゃあちょっと2人、じゃあちょっとその2人でせーので、じゃあせーのでいきますか。9巻涙、正解。ありがとうございます。最初そうかなと思ったらもう、うん、ゲンさんってもう聞こえてる。ゲンさんってどこら辺で分かりました。でもゲンさんの手前ぐらいでそうかなっていうね、そうそうそう、ね、感じは仲間のうちよく戦ったみたいな。そうそう、よく戦ったって途中でサマンサタバサって言ってました、ね、言ってたかな、言ってたか、やっぱりわやおめえさだばさ、すごい感動しますね。いや本当なんか、そう、なんか王林さんの感情が乗っててやばかった。すごかった。泣きそうになった。これ青森に持って帰りますちゃんと。この台本。これね。というわけで正解は涙の名シーン。正解です。いや名シーン。これはすごいわ。これは名シーン。どっちも正解しちゃった。というわけで王林ちゃんどうでしたか。二人の愛は感じましたか。感じますよ。もちろん、なんなら青森愛も感じました。よかった、本当に一生懸命考えてくれて、ね、王林ちゃん、とりあえずありがとうございました。ありがとうございました。最高、最高でした。青森最高、青森最高、ありがとう、ワンピース最高、最高、最高。後編の企画、王林ちゃんに嘘伝えて、キャプテンの人柄が好きだから一般のオンですよね。いやいや、もう行ったねと思って、やられた、無理無理、助けてよかった、この話。いいプレゼンでしたね。よかった、よかった。ワンピース仲間がいる YouTube では今後もワンピースに関わる様々な企画をやっていきます。高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。次回もこの動画に仲間がいるよ。